皆さんこんにちは。 Do It Yourself Ideas へようこそ。このビデオでは皆さんに冬にぴったりの消せることのできる5つのタトゥーをご紹介します。今回用意するものは水性のアイライナー、色は黒です。ベビーパウダーとヘアスプレーも用意してください。今回は左手にタトゥーを描いていきます。まずは左腕のこちらの部分にタトゥーを描いていきます。まずは冬の風景を描いていきます。右上には月を描いていきます。あとは皆さんのお好みでもう少し星などを描いていただいたり、あるいは右上が太陽として描いた方は雲などを描いてもいいと思います。今回は自由に描きました。皆さんのお好みで冬の風景を描いていくことができます。今回は山と上に月を描いています。それでは次にベビーパウダーを振りかけます。その後にヘアスプレーをかけてください。その後はしっかり乾かしてください。乾かしている間に2つ目のタトゥーを描いていきます。こちらの手首に描いていきます。今回は傘と雨を描いてみました。雨の日などにぴったりのタトゥーだと思います。今回は少し小さめに描いてみました。こちらもベビーパウダーとその後にスプレーをかけてください。乾くのを待っている間に3つ目のタトゥーを描いていきます。
こちらが3つ目です。こちらも今回は文字と周りに雪の結晶を描いてみました。こちらもベビーパウダーとヘアスプレーをかけています。それでは4つ目のタトゥーを描いていきます。今回は一人で描いているので左腕にしか描くことができません。皆さんはお友達とぜひやってみてください。そうするといろいろな場所に描くことができます。それでは左手の薬指に描いていきます。冬の木と鳥を描いてみました。こちらも皆さんのお好みでもう少し綺麗に描いてみたりしてください。手の甲全体に描いてみてもいいと思います。今回は小さな木と小鳥を描いてみます。今全部で4つタトゥーを描き終わりました。それでは5つ目です。今回のビデオでは一人でやっているので左腕だけに5つのタトゥーを描いています。皆さんはお好みでいろいろな場所に描いてみてください。こちらは簡単に描いてみた小さなクリスマスツリーです。こちらも皆さんのお好みでもう少し大きいものを描いてみてもいいと思います。また一番上に星などを描いてもいいと思います。皆さんのお好みでこちらの木ももっときれいにすることができます。いかがでしたでしょうか。今回は5つのタトゥーをご紹介しました。どのタトゥーが一番気に入っていただけたか、ぜひ下のコメント欄へお書きください。また試してみた方はぜひご意見やご感想なども下のコメント欄へお書きください。新しいアイディアなどもぜひ下のコメント欄へお書きください。いかがでしたでしょうか。今回のアイデアを気に入っていただけたら、ぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。
他の種類の消せることのできるタトゥーもご紹介しています。ぜひそちらの方もご覧ください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。